母子家庭で育った三兄弟の次男坊、少年野球チームでは自分がエースキャッチャーマーク、厚生学院では甲子園出て三安打、ドラフト外れ一位指名されて読売巨人軍入団して、一年目に母が癌であとわずかだと知り、招待した二軍戦で初打席初球を狙ってホームラン、ショートのポジション勝ち取って、中3年間守り抜いた巨人一筋のキャプテン、首位打者や MVP も取った。毎年6月10日